っけー、天然プラネタリウムじゃん。やっぱ山最高だな。ふぅ、え、君、一人キャンプ女子？え、何？一人キャンプ女子ってことは、ナンパ待ちってことだろ？はぁ？楽しいことしようぜ。ギャルキャン、迷惑登山ナンパ男に絡まれた結果。やっほー、やっほー。おー、やまびこちゃん乗ってんね。超景色もいいし、点あげ。会長、待ってください。僕の名前は田中康介、生徒会で書務をやっています。早く早く田中。みんなのペースに合わせないと。そしてこの人の名前は三上咲。ギャルな見た目の彼女だけど、こう見えてうちの学校の生徒会長です。今日は休日、会長に誘われてキャンプに来ています。そんなに速いペースで登ったら危ないですよ。ペース配分が大事なんですから。田中、山とかキャンプに詳しかったっけ？いや、僕というより。そうだぞ会長、山を舐めてたら死ぬぜ。モブモブカップル。彼らはモブ谷くんとモブ子さん、同じクラスのカップルです。昨日の晩にモブ谷くんから山の恐ろしさをこれでもかと教え込まされまして。ごめんね、うちの彼氏が最近ハマってるみたいで。山は男のロマンだからな。今日はモブ子にいいところを見せるんだ。山登りもモブ谷っちの発案だもんね。だからそんな大荷物なんだ。ウケる。というか重くないんですか？山はまさに試練の場だからな。これくらいの準備は当たり前さ。このザックの中にはランタンにドームテント、簡易トイレに大人用おむつに、おまるに便秘薬に携帯トイレなどなど何でも入ってるぞ。準備良すぎでしょ。というか後半トイレのこと気にしすぎじゃない？まあ今日の山は初心者向けでそんなに高くないからな。みんな俺のペースに合わせていれば大丈夫だ。俺についてこい。おう。1時間後。大丈夫ですか、モブ谷くん。死にかけじゃん。そんなハイペースで登ったら大変だぞ。山を舐めたら死ぬ。あ、オツです。気にしないで。他の登山者と同じペースです。まあ今日の山は上級者向けだからな。幼稚園の遠足でも来てるよ。キャンプ場に着いた。超見晴らしいじゃん。気持ちいい。やっほー。本当だ。やっほー。大丈夫ですか、モブ谷くん。目がうつろです。さあ、じゃあとりあえずお昼の準備しよっか。そうだね。ここからが山男の本領発揮だぜ。おお、ついにモブタニッチ覚醒。ああ、火起こしなら任せてくれ。さすが。1時間後。つかない。なんでそんな原始的な火起こしの仕方してるんですか。キャンプといえばこれだろう。キャンプってより無人島じゃね。もうちょっとで着くはずだから待っててくれ。その前にお昼食べね。お腹空いた。だからそのために火起こしを。ってもうできてる。じゃーん、ギャル特製キャンプパエリア。火もないのにどうやって料理を。クッキングストーブですよ。これがあれば薪なんてなくても調理できます。そんなものどこから。モブ谷くんのザックですよ。バカな、そんな便利なものが俺の荷物の中に。なんで知らないの。さあ食べよう。よし、飯も食ったし、ここから山男の本領発揮だ。モブ谷、ガンバ。まずはテントを立てるぞ。モブ子のために張り切って。グキ、モブ谷、かわいよ。腰、やったっぽい。本領発揮は一歩も動けない。大変、モブ谷、モブ谷は私が助けるから。あ、もう、あんな大荷物背負ってくるから。
あははははは。結局何しに来たんだろうね。というか、二人きりになっちゃいましたね。あ？とりあえずキャンプを楽しみましょう。そうだね。よし、じゃあテント組み立てちゃおっか。あ、その前に僕水汲んできます。オッケー、わかる範囲でやっとく。はあ、やっと着いた。あれ、これがこうで。お、ギャルだ。はあ、よくわかんないな。キャンプ女子ってやつか。一人で慣れないキャンプをしてるってことは、男にチヤホヤされるために来てんのか。たくしょうがねえ女だな。自分のテント立て終わったら声かけてやるか。お水汲んできました。おお、田中、助けて。うわあ、どうやったらこうなるんですか。もともとはモブタニ君が大きなドームテントを持ってきて、そちらに会長たち女子2人が、僕の持ってきた小さめのテントに男子2人が寝る予定だったんですが、モブモブカップルがそのままドームテントごと荷物背負って持っていっちゃったと。ってことで小さなテントしかないんですが。2人が横になってやっと寝れるサイズって感じだね。え、はい。僕は外で寝ますから。ちょ、それはなしっしょ。田中が悪いんじゃないんだし。それはそうですが。それに夏とはいえ外で寝たら風邪ひくっしょ。でも、一緒寝よ。やっぱり狭いですね。うん、田中の方きつくない？もっとこっち来なよ。でもそれ以上行くと。どこ触ってんだし田中。だから言ったじゃないですか。もう、どうしたんですか田中。見てみ。うん、うわあ。綺麗。空気が澄んでるから星がよく見えるんですね。ねえ、田中とこれ見れてよかったわ。はい。いや、今のは違くて。わかってます。あれ、ここに置いてあった薪がない。何が。その薪って僕らが買ったものじゃないですか。ああ、何その言いがかり。これ俺が拾ったものなんだけど。ここ薪拾い禁止ですよ。じゃあ何、この薪は君のだって証拠でもあるの。名前でも書いてあった。確認するか。どっちにせよもう燃えてるから無理だろうけど。くっ。さて、いろいろ落ち着いたし、そろそろあのギャルナンパしに行ってやるか。登山迷惑ナンパ男。田中と添い寝って何度かやってるけど、やっぱ緊張するな。田中はめっちゃ寝てる。今日いろいろ頑張ってくれたから疲れたんだね。ありがとね、田中。ちょっとトイレ。おお、やっぱ星空綺麗。でもちょっと一人夜道は怖いかも。早くテント戻ろう。いや、え？来てあげたよ。君、今流行りのキャンプ女子ってやつだろ。だから来てあげたんだよ。ナンパ待ちなんだろ。どういうこと？とりあえず連絡先交換するが。え？いきなりすぎじゃね？もしかしておじさんナンパしにキャンプ来てんの？違うよ。俺はただキャンパーの輪を広げたいだけだ。ジーマーで？なんだこいつ。俺に声かけられて嬉しくないのか？キャンプ女子ってそれを求めてるんだろう。ごめんだけど間に合ってるから。じゃね。ちょっと待てよ。せっかく声かけてやってんのに。は？せっかくって何？どういうこと？
とにかくごめんね、おじさん。君な、さっきからおじさんおじさんって失礼だろう。俺はお兄さんだ。君と同じくらいの年だ。それはさすがに無理があるっしょ。ごめん、ほんと行くね。じゃあ、こわ、早くテント行こう。熟練キャンパーの俺を舐めやがって。山の男を舐めたら痛い目に遭うぞ。ちょ、何すんの、話してよ。女のくせに散々舐めた態度取りやがって。俺はお兄さんだ。ちょ、痛いって。ちょっとどこ連れ込もうとしてんの。山は闇でいっぱいだからな。お前だって本当はこういうことを望んでたんだろう。やめて。女は男に従っておけばいいんだよ。会長、トイレに行くなら起こしてください。田中、キャンプっていうのは日常から解放される安楽の場じゃないといけないんです。その権利は女性にも男性にも平等にあるべきなんだよ。後日談ってことがあったんだよね。私たちが帰ってからそんなことが。危なかったですね。今回はたまたま田中が助けに来てくれたからよかったけど、女子キャンパーはああいうのに怯えながらキャンプしなきゃいけないってマジピエンだよね。山男子たるもの、他キャンパーを不快にさせちゃいけないよな。で、モブ谷くんは山男を復活できそうですか。腰は相変わらずガックガクだ。ダメじゃん、そんなモブ谷が好き。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後旅ろうぜ。いや会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。